ようございます。すすきの YouTuber たまさまとぶーちゃんです。はい、というわけでですね、やっとコンビが来ました。やっと、まあタイミングがあったっていう。テイサンさんの、あのカラオケ2020、はい、でカラオケ応募しめようかなと。いやいやいや、はい、まあ、とりあえず今日ですね、あの選考っていうか予選の選考の、うん、動画を撮って、うん、っていうところまでやろうかなと思ってます。はいはい、今回ですね、やるにあたって、うん、ちょっとあのツイッターの方で、はい、あのね、アンケート取ったんですけど、はいはい、なんかアーティストさんでこの4人の方が誰が僕だったらいいと思いますかみたいな、取った結果ですね、うん、圧倒的にビーズでした、うん、まあそうでしょう、圧倒的にビーズ、まあそうでしょうっていう感じですよね。まあポスターもここにもあるしね、ね、うん、でまあ今回ですね、選曲なんですけど、まあこれもちょっと参加型にしようかなと思って、リスナーさんのね、はい、でアンケートで僕はちょっと4曲ぐらい歌って取っておいて、うん、まあとりあえずそのアンケートで一番これだと思いますみたいなのが取れたら、うん、それを曲でオープンしようかなって思っております、ね、うんうん、はい、一応ボーカルなんで、はいはい、いろんなご意見もお待ちしております、はいはい、よろしくお願いします。ではやってみましょう。頑張れー、頑張ります。というわけでログイン、このね、アバターバードルフィンです、はい、ちょっとね選んでいきたいと思います。なんか僕の中でこうお店でねよく言われるなんか人気曲を選んでいこうかなみたいな、うんうんうん、お店で言われてるねやつをまずそうですね4つ、はい、選びたいと思います。でんラブファントム意外と多い。でん、はいはい、今夜月の見える丘に、あ、一部だぜ、はい、もう先行発表ありましたね、一部と全部ですねはい、というわけでこちらですね、ギリギリチョップ。もうある意味僕がギリギリですよ自分がギリギリですね。そうですね、はい、叫んでいくやつこれ、はいはい、の4曲ですね、はい、こちらの4曲でねちょっとチャレンジしてみたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最新の動画、おすすめ動画もぜひ見てください。